ワンピース海賊無双はバンダイナムコゲームスから2012年3月1日に発売されたプレイステーション3用アクションゲーム。海外でのタイトルはワンピースパイレートウォリアーズ。ワンピー無双と略されることもある。仲間と一気当選の大冒険をキャッチフレーズにした週刊少年ジャンプで連載中の漫画ワンピースとシン。 三国無双シリーズでおなじみの無双シリーズによるコラボレーション企画作品。半券を取り扱った無双シリーズとしては、ガンダム無双、北斗無双に続き3作品目となる。ガンダム無双3の開発をしている最中、新たな試みがしてみたいと考えていた、公営テクモゲームスのプロデューサーである、コイン沼久と、ワンピースゲームのプロデューサーであるバンダイナムコゲームスの中島浩二が、 意気投合し今回のコラボレーションが実現した。キャラクターのポリゴンモデルはガンバリオンのものを参考にしている。本作以降、セロレーティングは B になる。発売初日に出荷本数65万本を突破し、累計出荷数は全世界120万本を突破。従来の無双作品とは違いガードとジャンプはない。 さらに攻撃はチャージ攻撃の概念はなくボタンとボタンの組み合わせで出せる。ただし最初からすべての技を出せるのではなくキャラクターのレベルや進行具合に応じて解禁されていく。インターネットに接続しプレイステーションストアから追加シナリオや追加コスチュームを有料でダウンロードできる。ありがとうございます。